前半総括します。非常にインテンシティも高く見応えがある試合でございます。パリとバイエルンのマッチアップなんですが、パリが3-5-2と、で、バイエルンの方が3-4-3と。で、このフォーメーションのマッチアップ見たときに、鍵になるのが、まず、バイエルンの3トップがパリの3バック、どうするなるというところ。なので、パリは3バックがボールを持っても、前になかなか蹴れないよねっていうのがある。 一方、バイエルンなんですが、3バックに対して2トップでボールが持てると。っていうところが、お互いの違う部分と。 そのこともあってですね、前半はプレスがガンガン決まります、バイエルンの。で、パリもロングボール蹴ったりとか、キーパーまで下げてとかっていうプレーが多くなってくるんですが、時間を追うごとに攻略法を見つけまして、ベラティが下がってくると。で、ベラティがボール受けて、このきっかけから、ここの中盤2枚が動いて、ボール受けに来てっていう展開。で、敵を引きつけてですね、ロングボールがエンバペに蹴ると。これが基本的な攻撃ですね。まあ、途中メッシに繋い で、キープししてでここから蹴るうういうのが基本的な序盤ででたねでそっから時間経過するごとにですね、ベラッティがいなくなったピボーテの部分、ここにメッシーが降りてくるっていう場面も出てきて、これでボールが回り始めましたね。そしてですね、途中でマルキニオスが怪我しちゃって、向きエれにはなったんですけれども、パリは3バックで3トップ当てられて、前向けないんですが、ラーモスの脇をベラッティが取る、もしくはラーモスが 降りてどんなルルンマの脇をラモスがが取った時にボールが安定しますよとで、バイエルンのプレスなんですが、もちろんですね、この状態でベラッティが降りれない、もしくはベラッティの降りが浅い、こういう状態になったら、プレッシャーかかったりとかして、結局、どんなルンマまで下げて、ベラッティとラモス縦関係になっていると、このまんまカバシャドかかるんで、どんなルンマが蹴るっていうプレスもあるんですけれども、ベラッティが下がってくると、このプレスはできないというところ ですね。ただしですね、例えばここでメッシだとか、フェレイラだとか、中盤にボールが渡った時、バイエルンの守備のテーマの一つが、プレスバックなんですよ。で、ここに入ったら、ここがっつり戻る。もう一つ前、メッシに渡ったら、ここがっつりプレスバックしてかける。っていう状況で、かなりプレスバックで刈り取られるという状況が起きていました。ですが、時間経過と,とともにパリまたアジャストさせまして、例えばこっから縦 で、取ろうとすするる。る。んででで、で、けど、ダイレクトで下げるでノッキングを起こさせるでまた中盤からメッシュとかに渡して、プレスバック来るんですけれども、ダイレクトで下げる。これでノッキングを起こして、要するにプレスを加速させる場面っていうのを作らせないようにしてましたね。で、最終的にエンバッペをついていくと。この縦パスのダイレクトの戻しをされると、バイエルン、ボールの奪いどころを失って、 で、押し込まれると。で、押し込まれるとですね、バイエルン ブロックのの質ととしてててはそんんんなななに高くないいいいかなと思っもててもちろんねいいディフェンダーいるんですけれどもエンバペメッシっていうのが遅行でも生きるタイプなんで、得点に至る可能性は全然あるなというところはありますし、チャンスも相当作ってました。で、リフトのゴールカバーとかで窮地救われた部分あるんですけれども、ゴールに近づいていたのは前半で言うとパリかなというところある。一方、バイエルンはですね、パリと違くて、まず、バイエルン プレスの部分から見ていきましょうかね。例えばさっき言ったプレスバックで奪うっていうことをやっても、まずカウンターがないんですよね。プレスバックで奪う場合。 奪った選手が後ろ向きの重心にかかってるんでだからカウンターの脅威はないだからラモスとシュポモティングが1対1になってるんですがそこは怖さはないなっていうところは感じましたねで、バイエルンのビルドアップ伝えるんですが3バックでエンバペメッシのツートップなんでボールはだいぶ持てるで、持った先でキミヒがソロピボテかしますんでで、5列化が上がっていくこういう感じになりますで、キミヒにパスが通ってで、こっから 関してシュポモティングに当てたりミラー当てたりとかって散らすんですけどもこれをフェレイラがですねマークついてたりするんですけれども一回ボールが出されたりすると外れるんですよねマークがでまた出されるとここがパリの修正点の一つかなっていう守備のねっていうところではあるんですけどもバイエルンは早い攻撃に怖さはないものの押し込んだら怖さがあるパリは押し込まれてブロック作るってなった時にサイドのメンデスハキミが降りてきますで5バックズ 作 で、中盤が3枚構成ですよね。で、532っていう格好になります。で、バイエルンは、ワイド、コマンド、デイビスが張ってですね、こ列つの2列目の飛び出し、で、ミュラー流れ、シュポモティング流れ、で、こういう格好で攻撃してきますと。で、バイエルンの怖さの一つが、虫荒のドリブルっていうのがあるんですけれども、パリは53ブロックになりますんで、3の脇が狙い目になってきます、サイドが。で、虫荒がここ取ってくると。で、ここでのドリブル、 フルの仕掛けもありますしまたデイビスとハキミのマッチアップするんですけどもデイビスがハキミより一枚上手だなと、えー、ここ抜いてくる場面っていうのが多かったですねで右のコマンも相当効いてるメンデスに対してなので押し込んだ時のバイエルンは強いと速攻のないバイエルン速攻のあるパリっていうお互いのチームの状況の対比がですね面白いそんな試合内容だなというところでございます以上です 後半総括いたします。前半、マルキニュスの怪我によって出てきたムキエレ。これを後半開始とともに変えます。で、シャダイルという若い選手に変えると。 で、これが、鍵になっちゃいます。この試合を決定づける。でですね、後半になると、お互い出方変わってきたんですよ。例えば、パリで言うと、エンバペがプレスをここにかけるようになってきたとかっていうところなんですが、バイエルンはより変化しました。どういう風に変化したかっていうと、印象に残ってるのが3バックに対して3トップが合う。で、ベラッティが浮くっていうこの構図がありますよね。ですが、ミューラーがぴったりマークつくようになりまして、で、ベラッティがどこに行ってもミューラーが ついいてくるという格好になりましたで、ボールが持てなくなってきた。パリが。で、ベラッティはどんどんプレッシャーがかかるようになってきた。っていうところでウエイトがどんどん下がってきて、低い位置でボールを作る展開が増えてきたと。で、失点シーンが生まれてしまいます。どのような失点シーンだったかっていうと、詳しくは試合見てほしいんですけれども、シャダエルがフリーで、ここに渡してもすぐ寄せてくると相手が。で、ベラッティにもついてる、結局全部まんま マークついてるんですよかといってロングボールを放り込んでも勝てるメンツじゃないっていう流れでフリーにボールをつなぐんだったらどんなルンマに繋ぐべきなんですよね。 で、もうドンナルンマが切るしかないっていう状況なんだけど、シャダイルドンナルンマに出しませんでした。で、ベラッティに出したんですよね。で、ベラッティに出したところでベラッティが刈り取られて、で、シュポモティングに出されて、決められたという自滅の格好ですね。ベラッティに対するミューラーの必要なマーク、ミューラーがゲームメーカーを潰しに来た。で、若いこの選手のミスから生まれた失点でしたね。でですね、選手交代はまあ、今日は割愛します。 それよりも内容が重要で、やっぱりこっから追いついていかなきゃいけなくなるんですけれども、やっぱりうまくいかないと。で、何がうまくいかないかっていうと、ベラッティが潰されてしまったっていうところがまずある。で、ボールを持てなくなった。で、どんなルンマもこの失点の前からですね、ボールつなげないっていう状況があった。 で、シャダイルの失点の場面もそうなんですけど、ドンナルンマに出すっていうのがトラウマになっちゃってるんですよね、チームが。昨シーズンの CL もドンナルンマのミスで解体したと思うんですけども、ドンナルンマの足元の技術がないんで、チームがそこにボールを集めれない。これ手足提言だとかノイヤだったら話違うと思うんですよ。だけど、ドンナルンマに出せない。で、無理して前に出してやられる。で、失点後もですね、追いつかなきゃいけない展開なんで ドンナルマに渡せないベラッティに渡せない。 ボボーールルをを選手にボールを渡せないで、この若いシャダイルも受けたところでフリになる状況あるんですけれども何もできないっていうところでで、パリの前線も問題があった。どういうことかっていうとメッシー、エムバップがなかなかなんですよね、二人とも。したらどうなるかっていうと当然バイエルンはこうなってくる。で、仮に押し込めたとしても中にスペースなんかない。で、ハキミ、メンデスっていうサイドはいるんですけれどもサイドを捨てて中絞ればいい。前半から からね、こういう予兆ありましたよね。メッシーがこういうところでボール受けて、メンデスがドフリー、こういう場面。でもエンバペを狙うっていう。縦縦に急ぐサッカーやる。だからやっぱりブロックとしては中央を固めてくる。だけど中央にはスペースがない。でスペースがないところでメッシー、エンバペにボールはつなげない。で、なんとか繋いでもワンタッチ、ツータッチで敵に奪われる。で、サイドにスペースあるはずなんだけど、サイドにはボールを渡せない。渡したところでサイドからクロス上げて、メッシー エンバペにクロスを上げるんですかという話になりますんで。それは効果的じゃない。 っていうことで、どん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 、ブロックは硬くなって、攻撃は単調になって、で、クラックはここに二人いるんだけども、世界最高の選手が。だけど、渡せない。生きるスペースがないっていう、そういう状況になっちゃいましたね。で、ボールは簡単に奪われて、で、守備になるんですけれども、守備になったら守備になったでですね、前半と同様に、君ヒがボールを裁く。マークにつけない。振り切られる。君ヒがボールを受けて、で、両サイド散らしながら前進していく。 で、前進していくと、パリはブロック作んなきゃいけない。で、ブロックも5バック作る。で、中盤が3枚。そうなってくると、鍵になるのが3の脇ですよね。で、ここをムシアラだとかミューラーがついてくるんですよ。で、キミヒからここにボールを渡しては、この3枚がスライドして、また逆サイドに展開されるという流れで、ボールを保持され。 で、この3脇のクロスからオフサイドになったんだけど、ここを使われてビッグチャンスを作られましたね。で、ボールを奪ったとしても、もうブロック固めてますんで、で、この狭い状況、相手の守備を広げてカウンターに持っていきたいってなったら、こういうところにボール届けたいわけですよ。だけど、メッシエンバペ広がらない。中央、中央。したら、ここはもう攻撃できません。で、この中盤3枚は、 カウンタープレスの餌食です。したら、もうボールは奪われ続ける一方的に。で、二次攻撃、三次攻撃を食らうという格好でしたね。そっからバイエルンはまたさらに追加点を取って、詳しくはハイライト見てほしいんですけど、そのゴール新解説は割愛しますが、まあもうパリが強引に前に出てやられたみたいな視点なんですけれども、取り消しになったゴールもありましたし、バイエルンは次々出てくる選手がマネ、サネ、カンセロだとかですね、豪華な面々が出てくる で、パリはですね、得点を奪うためのメンバーチェンジをしていくんですが、やっぱ選手が変わっていくと、質は落ちますし、解決策を見いだせない、ただフレッシュに変えたというだけのカードっていう、お互いのチームのベンチも含めた総合力みたいなのにも差を感じたというところですね。で、どうすればよかったのかなっていうところを考えるとですね、やっぱりメッシとエンバペにボールを渡せないっていう状況は良くないんですよ。 じゃあどういう風にメッシュとエムバペを利用するべきだったかってことを考えるとやっぱり攻撃の時はメッシュエムバペが中央でプレイするんじゃなくてまあ実際はメッシュとエムバペが2トップっていうよりもメッシュが下がり気味でゲームウィイクにも関わってくるんですけれどもこういう風にやるんではなくてメッシュエムバペを3バックに対するワイドに貼らせてですねでデリフトとスタニシッチをなるべくサイドに引っ張ってきてアイソレーション作るやっぱこのピッチ70メートルほどの幅 そうですね。3人で埋めるっていうのはサッカー相当なリスクなんですよ。これ出ていってですね中盤が持ってきたらもうこういうスルーパスが通り始めますんでこれは怖いよねということで3バック必ずこうしますそしたらこっちのパスコツコと出てきますよねそしたらエンバペが前進できるここが前を塞ぐまでねで前を塞ぐっていう動きが逆重心になってカットインになる。 で、逆サイドに振った時にメッシがいる、エンバペがいるっていう、そういう状況を作れたかなと。 まあ、ファルソヌエベで真ん中いなくてもいいかなというところもあるし、2列目の飛び出しできる中盤の選手を入れるとかですね。いろいろ解決策はあるんですけれども、とにかくメッシーエンバペを使うっていうのが必要だよね。宝の持ち腐れ状態になってるんですよ。メッシーエンバペが中央に入ってるっていうのは。あと、パリは戦い方も間違えた、バイエルンっていうチームの強いところって、一つはプレスですよね。で、もう一個はビルドですよ。一方、ブロックは弱い。 っていうことを考えたら、やっぱブロックをしっかり作らせて、押し込んで、カウンターの切れ味で言うと、シボモーティングとかに渡したところでですね、孤立させていれば問題ないし、前に出ていく力は弱いんで、ラムス1枚で抑えれるでしょう。そう考えたら他のところにマーク行ってカウンタープレス仕掛けることもできるでしょう。なのでこういう戦い方をするためには前進していって押し込まなきゃいけないよね。ってなるとメッシーエンバペ中じゃないんですよ、絶対。ここなんですよ。 ここで渡して。 でカットインしななががらハキミが大腹かけるべきなんですよこういうことをせずにメッシーエンバペを活かす方法がワンパターンだったっていうところ相手の出方によって出方を変えるっていうことができなかったっていう監督の手腕の差が出たと思いますライブ中にも話したんですけれども結局メッシーエンバペがいるってことは高さがある選手じゃないんでで思考も強い選手なんですよメッシーエンバペはなのでボールをつなぎたいよね メッシーエンバペを主軸に考えるなら。で、ボールをつなぐってことを考えたら、キーパーやっぱどんなルンマじゃないんですよ。ボールをつなげないゴールキーパーなんですよ。典型的なイタリアのキーパーなんですよ。だから、キーパーを変えるべきだし。 どんなルマもね、キーパーとしては世界トップレベルのセービング能力を持ってますよ。だけど足元がないって言うんだったら、高さのある選手をトップに持ってくるだとか、そういうことが必要で、まあメッシー、エンバペよりもね、結局チグハグなんだよね、補強が。いい選手取ってきた、メッシー、エンバペっていう。で、いいキーパー取ってきた。だけどお互いの個性がお互いの個性を邪魔してるというか、相乗効果にならない。 っていう無計画なチームの補強っていうか、そういうところが今回の結果につながったんじゃないかなと。一方、バイエルンはしっかりとチーム作りを継続して、そのテーマに沿った補強をしてきた。計画的なチーム作り、計画性のないチーム作りっていう。 お互いのクラブの計画性が結果に繋がったのかなと思います。パリはちょっと中盤もどうかなと思ったね。君ヒをあまりにも自由にさせすぎた。やっぱメッシーエンバペっていうクラックがいてここが守備しないんだったらそれ以外っていうのは守備のスペシャリストでなければいけない。だけど、君ヒに対峙していた中盤の選手は君ヒを再三自由にさせてましたんで、これだとね、運ばれるし、カウンターは二人中央にできないしっていうことで、ボール繋げないしっていうことで、 で、低い位置でゲームメイクするってなったらどうなる、まあ足かせになるしっていうことで、悪い方向にパリのチームの作り方が出ちゃったなっていう試合でしたね。総括以上になります。バイエルンが勝ち進んでいきましたが、ここからですね、CL、ウェスト8出てきて、より白熱した戦いが見れるのかなと、ライブ配信していきますのでよろしくお願いいたします。ちなみにですね、明日もライブやりますんで、ローマとソシエダのヨーロッパリーグですね、モーリーニョのローマと、久保建英のソシエダでございます。 よかったらライブに参加していただければなと思いますそれでは総括以上でございます失礼いたします <music>